申請された。木造車体の四軸ボギー車で、主電動機は4 8 5キロワットのものを一両、あたり4機搭載する。1925年、微細鉄道が名古屋鉄道に合併すると、デホは1000型に解消。1935年には、デは1000型に解消される。戦時中は、電車不足を補うため、1003と1004は、 貨物室に窓を設置し、も1300系電車として運用された。一応電車ではあるが、座席はなく、不評であったという。1954年、では1000型とも1300系電車は、貨物室にエアコンプレッサーを取り付けるなどの改造が、され、出来線系電気機関車となる。600ボルト専用であったため、八王子線、広見線、小牧線などで使用された。 電動貨車を改造した電気機関車だったことと出力不足と老朽化のため、1960年頃から廃車となり、1964年に全車廃車となった。そのうち1003は1963年に機体な鉄道に譲渡され、出来501に改称される。主に国鉄中津川駅での貨車の受け渡しや、中津川駅と、 北名鉄道線中津町駅間の連絡線の貨車、牽引、側線での入れ替えなどに使用されたという、1971年に廃車となる、北名鉄道出来500系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。